ともに勝利をして次節に弾みをつけていきたい今日の一戦。セットプレーからのチャンスを作っていったセレッソ大阪 U23 です。クリアボール、中島も競ってそのこぼれ球、胸トラップから最後は右足、ここ長いセーブ。その後小野沢のシュートはポストを叩きます。瀬古も詰めていたんですが3番の大も集中して守備をしていきました。前半に作った決定機、得点には結びつきませんでしたがセレッソ大阪 U23 前半はシュート7本打ちました。0対0で迎えた後半、富山がチャンスを作ります。ここクリアミスから最後斉藤だったんですが茂木柊がここは体を張ってセーブをしました。この決定機斉藤決めることはできませんでした。茂木柊の体を張ったセービング、そしてこちらが得点シーンです。佐々木陽次からファーサイドの脇本、最後ヘディング。今シーズン初ゴールを決めてこれで0対1、4試合ぶりの勝利に向けて大きな1点をカターレ富山は奪いました。195センチの茂木の超えていって最後はファーサイドの脇本、そして終盤飛び込んでいってその後長いブロック、安藤もシュート打っていったんですけれどもここは枠に飛ばず。まずはこの船木のキック、50番の石尾が体を張って飛び込んでいきました。まあ、そこをセーブしたこぼれ球を安藤瑞希シュート打っていきましたけれどもゴールには結びつかず。